成田空港に来ています。今日から1ヶ月ロスでボクシングのトレーニング、そしてキックボクシングのトレーニングに行ってきます。空港は、マスクの人たちだらけです。僕もマスクをつけて風邪やウイルスにかかんないようにしています。本当は昨日出発の予定だったんですが、エスタが期限切れで間に合わず、今日空席待ちでロスに向かうことになりました。一回ダラスに乗り継いで、それからロサンゼルスに向かいます。ダラスでも空港でキャンセル待ちのチケットをしなきゃいけないんですが、ちゃんと取れるといいと思います。よし、それでは今から行ってきます。ダラスの航空に着きました。キャンセルチケット待ちで乗ろうとしてます。キャンセルが出て、これに乗れると早く着けるので助かります。空港はこんな感じです。まさかのエスタが期限切れで乗り換える羽目になってしまいましたが、でも早く着きそうなので良かったです。まず着いたら宿に行って、それが少しゆっくりしてから明日ワイルドカードというボクシングジムに行こうと思ってます。それではまた。ロスに着きました。ダラスの空港からキャンセル待ちがすぐに取れて、意外に早くロスに着くことができました。で、今宿に着いて少しゆっくりしていたところです。これから少しご飯を食べて、それから挨拶に行こうと思います。宿はこんな感じです。これが僕の部屋、ちょっと見えづらいかな、また後で紹介します。それではまた行ってきます。少し宿の説明したいと思います。これが僕の部屋です。ここに約1ヶ月滞在します。ここはキッチンとかがシェアになっているので、少し案内したいと思います。ここにたくさんなんか部屋があって、その中の一室です。ここがキッチンかな。で、ここがダイニングルーム、結構綺麗です。で、ここが冷蔵庫、なんかいろいろ中入れてみんな使ってるみたいです。僕も今日ちょっとスーパーに行って、ここで食材を置いて自分でこういう風に作って行こうと思います。で、ここが待合室、結構広いです。今椅子とか机が置いてありますが、ここで朝瞑想とかをやっています。外もすっごい気持ちいいです。ちょっと外出てみます。こんな感じ。天気はすごくいいので気持ちいいです。それじゃあ今からスーパーに行ってご飯を買ってきます。それではまた。今ワイルドカードのジムに来てます。クレディローチ先生と会ってトレーニングしてくれることになりました。すげー嬉しいです。ロッカールーム、今から着替えてトレーニング行きます。トレーニングが終わって帰っています。今日が2回目でした。今回は飛び込みでアポなしで来ているので、ここで1回トレーニングさせていただくこと、そしてトレーニングをお願いできないかということをお話しさせていただきました。すごく気さくな方で、日本にも何人か来ているみたいなので、すごく優しくしてくれました。練習も見てあげるから明日おいでって言われて、今日ジムに行かせていただきました。そこでフレディさんがこう付きっきりでトレーニングするっていうのは今ほとんどしていないみたいで、専属のトレーナーが必要なので、いろいろ今日トレーナーを紹介していただいたんですが、トレーナーが多いんですね、このワイルドカードのジムっていうのは。ボクシングのシステムがトレーナーが選手を持つっていうスタイルなんです。だから選手がジム費を払って、そして
トレーナーに、各トレーナーにお金を払ってトレーニングをしていただくっていうのがボクシングのシステムです。なのでものすごいみんなやる気があるし、活気があります。いいコーチに出会うっていうのはとても大変なことだなというふうに思いました。なので、今週はちょっとこのジムでそのいろんなコーチを見て、会うコーチを探してみたいと思います。ここのジムにフランキーというトレーナーがいて、でそのトレーナーがすごく有名で、僕もちょっと持ってもらいたいなと思っているので、そのフランキーにトレーナーしていただけるといいなと思っています。でも彼もものすごい忙しいみたいなので、ちょっと頑張らないといけないなと思っています。それでもフリリーさんが昨日見てあげるよと言ってくれたので安心しました。まあ、大量の日本からお土産をフレディさんに買ってったので、きっと気を使ってくれたんだと思います。まあ、でも喜んでくれてよかったです。日本からはお酒とお菓子、あとなんだあのハンカチを買っていきました。本当はこのボクシングの練習とキックボクシングの練習も行きたかったんですが、ちょっとそれどころではなさそうです。トレーニングもものすごいハードなのと、ここにちゃんと集中しないといい、存在感与えられないなというふうに思っているので、まあ、1ヶ月はワイルドカードで集中的にトレーニングをしてボクシングのスキルを磨いておこうと思います。トレーニングをしている時にあるトレーナーからちょっとテクニックを教えてもらったんですけど、やっぱりすごく面白いです。日本ではなかなかこう見ることのできないというか、まあ、パワー型なんだけどそのスピードもちゃんとあるっていうトレーニングを今日は教えていただいて、すごく自分に合ってるなというふうには感じています。また明日から頑張りたいと思います。